まあね、成人式なんか特にね、分かりやすいんですが、例えば成人式のお着物を何世代もね、まあ、おばあちゃん、ひいおばあちゃんの世代からもしね、そのお着物がずっと受け継がれてきて、そして二十歳になられた娘さんがその、まあ、命のリレーをされてきたようなお着物を、その時代にあった、まあ、支度を して、まあ、成人式に行かれるわけですね。これね、感慨深い、すごくの感動に値するような、非常に、なんかこうすごく深い思いをするんです。これがね、僕ね、ご家庭における思いね、その、親子での関係とかそういうところに全部出てきてると思うんですね。親の考えとか思いが全部子供とかその子供の世代へ、どんどんその子供が分からなかったもその子供が子供の世代へっていうふうにして受け継いでいかれるもんやと思ってるんです。で、これはね、お顔に神様が宿るって僕が書いたのは何かというと、だからお母さんがもし自分のその顔を、自分の顔が神様やって思えるぐらいね、顔に対してその慈しんでいくというか、そういう部分の姿が実は子供さんにも全部映ると。で、子供さんがその、ずっとそのお母さんの見たそのお顔のに対する対応の仕方によって、子供もそうやってどん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 変わっていく。お母さんが子供さんに教えるスキンケア、これね、もうね、だいたい中学生ぐらいまで、まあ、いわゆる小学中学生ぐらいまでのスキンケアのやり方とか考え方とか、そういうものが子供さんに、全部この伝授されるということを言われてるんですよ。だから子供さんのその素顔、まあ、肌がね、綺麗になるかならないか、そして、その子供さんの顔をが、顔に対してこう慈しんで、顔を大事にするという、そういう習慣も、まあ、全て子供さんの責任ではなく親の責任であったり、親のもう一個上の親の責任であったりというふうにして、もうどん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 やっぱり魂レベルでそれが刻まれていってるもんやと僕は思うんですね。だから毎朝毎朝こうメイクするときに、このこう私の顔こうでこうでってネガティブに思いながら、一個も楽しまずしてメイクをしてるとか、もうメイクなんかめんどくさい、もうせないのにとか言ってぐち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 言いながらやってるその姿を子供さんが見たら、子供さんがそれ以上にもっとなっていくということなんです。で、それが全部その魂レベルで受け継がれていって、何世代かが先にですね、またそういうことが、感じられるというね、もう何しかね、もう本当はお着物がね、受け継がれるようにね、その顔に対する考え方とかそういうのも全部美意識とかこう受け継がれていくもんやと僕はつくづく思うんですよ。本当にね、メイクを恐怖的に思ってる子供さんもやっぱいらっしゃるんですね。だからまあ普通だったらメイクで楽しいもんやし、お化粧するのこうワクワクするしって言って、小学生ぐらいのね、キティちゃんみたいなそのメイク道具をこう触って、楽しむようなね、好奇心旺盛に楽しむような子供さんもいれば、もうメイクなんかもう全く絶対無理って恐怖心に思う人もいてるわけですね。この差は何かっていうのは、その現世の世代だけの問題ではないと僕はもう最近本当に思うんです。少なくともそういうのはもうね、目に見えないものですけど、それは必ずね、伝わっていってるもんやっていうことをね、僕はもう本当に感じてるんですね。だから、今これをご覧になってる皆さんで、まあ、今一度もう一度 見直していただけたらなと思います。もう眉一つにも神様が宿るし、目を触る時もそうですし、肌をこう触る時もそう、洗顔する時もそう、常にですね、この顔っていうのはもう本当に人の前に出る、一番顔って一番人に対して、まあ、存在感を表す場所ですからね。そういう部分でその顔を大事にできなかったら、やっぱり自分の、存在価値をなくしているようなもんですからね。まあ、成人式を終えて、やっぱりこれからまた20年後、40年、60年とこうどん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 ね、お年召されていくと思いますけども、その思いをですね、どん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 やっぱりつないでいくというか、紡いでいくというか、まあ、本当にこのそういう役割があるんじゃないかなと。いうことを思った次第でございます。はい、お顔に神様が宿るでした。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。